山シーガルズ関里香、ポジションはセンターです。ちょっと上げたボールでもみんながその一つのボールに対して反応して追いかけてくれるという仲間を見たプレーっていうのがあるなって感じました。1人は森和代選手と2人目は小林有沙選手で、その背が低い中でもポスト合わないボールを当てて出したりとか、間をずらして打つっていう攻撃をできるってことをもっと自分が勉強していかなくてはいけないところだなって思いました。と自分ではそういう実感はないんですけど、そう思われているならそのチームに明るく面白いネタを提供していけたらいいなって思います。と岡山に来て、でみんなで戦ったっていう試合が初めてだったので、それにあとフルセットまで行って負けるかもしれないとこまで行った緊張した試合を して勝ったってことで、すごく嬉しい涙が出てしまいました。今年の12月10日から V プレミアリーグが始まります。皆さんも応援に来てください。